10月に開催されるショパン展に先立ち、おととい、ピアニストの西村由紀江さんが神戸でショパンの曲などを演奏しました。このコンサートは10月に開催される展示会ショパン展の開催まで50日となったことを記念して開かれたもので、ショパンのファンというピアニストの西村由紀江さんが演奏しました。この日はショパンの代表曲子犬のワルツや別れの曲のほか、オリジナル曲を披露し展示会を PR しました。また演奏を聴いていた子どもとピアノをセッションし、会場は盛り上がりを見せていました。ショパン展は10月12日から兵庫県立美術館で開かれます。